脇腹を痛めてから欠場が続いているエンゼルスの大谷翔平選手が今日のレンジャーズ戦もスタメンから外れており、これで7試合連続の欠場となりました。試合はエンゼルスが投手陣の踏ん張りで2点を守り抜き勝利、9月に入って初の連勝を飾りました。エンゼルスはこの日、腰の炎症で離脱していたザック・ネト選手と右肘尺骨神経炎で60日間の負傷者リストに入っていたベン・ジョイス投手の新人2人の戦列復帰を発表しました。チーム解体で新たに舵を切り出したエンゼルスにとって希望の星となる2人、彼らが大谷選手に対して語ったある思いが話題となっています。今回も大谷選手に関する最新の海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたの考えをコメントで教えてください。それでは参りましょう。エンゼルス期待の新星が戦列復帰、暗黒期を迎えるチームを復活へ導く光になれるのか。大谷選手が7日連続欠場となった今日、米版記者が客席の画像を公開。発見された熱烈なファンに、これは切ないと注目が集まっています。エンゼルスタジアムの記者席から見下ろした三塁側内野席、カメラをズームさせるとファンが持ったボードにはホームラン45などと書かれていました。大谷選手の45号本塁打のボードを準備したのでしょう。動画を X に公開したのは米カリフォルニア州の地元紙ロサンゼルスタイムズのエンゼルス版サラ・バレンズエラ記者。文面に、大谷と彼の本塁打をもう一本見られることを祈って、少なくとも一人のファンが観戦に訪れたとつぶやきました。日本のファンからは、これは切ない、せめて顔だけでも見れたらいいのにと同情の声が寄せられました。そんな中、トラウト選手の退団の可能性を示唆する一報が現地メディアでも大きな反響を呼んでいます。米スポーツ専門局 CBS スポーツは、大谷がこのオフシーズンにフリーエージェントでどこか別の場所へ向かうのはほぼ確実だと、今オフに FA となる大谷選手の去就問題に触れつつ、エンゼルスの暗い未来を見通しました。長期契約を残すアンソニー・レンドーンが彼らに多くを与えてくれるかどうかは微妙なところであり、若いタレントも手薄であることから、エンゼルスは完全な再建期を控えているのかもしれない。もしそうなれば、現在32歳のトラウトが移籍を考慮することは想像に難くない。彼がエンゼルスにとって貴重な存在なのは間違いない。故に最後は何も起こらないと考えるのが最善となる。ただアナハイムでの彼の命が尽きる可能性はこれまで以上に高まっているようだと記事を締めた同局。大谷選手とトラウト選手を失えば、エンゼルスは一からの再建を余儀なくされます。すでに暗黒期と言ってもおかしくない不振が続く名門はいかなる決断を下すのでしょうか。ネット上では、トラウトの引き取り手があるかが問題だけど、チームにとってもトラウト本人にとってもこれが最善、もし実現したらキーポジションにいい若手がいるので、数年後に黄金期が来てもおかしくないと思う。トラウトは契約を破棄して大幅に年俸を下げて、強いチームでワールドシリーズ制覇を目指す。お金はもう十分でしょ。50億もらってもどうせ30億は税金でしょ。エンゼルスは大谷選手とも契約せず、若手を中心に再構築し、とにかく投手力を強化する、それが一番いいって。大谷とトラウトが再建期に突入しようとしているエンジェルスにとってミスマッチとなることは明らかです。大谷選手にはぜひエンジェルスに対する恩義等を考慮せず、自身のキャリアのために脱出することを願っていますと、トラウト選手の今後を心配する声が目立ちました。暗い話題ばかりのエンゼルスですが、明るいニュースもありました。最速 105.5 マイルのストレートを誇り、今日メジャー復帰を果たしたエンゼルスのジョイス投手が160キロの速球を連発して、ガーディアンズ打線を無得点に抑えました。2対1とエンゼルスが1点リードで迎えた7回表に登板したジョイス投手、6月10日のマリナーズ戦以来、今季の6試合目の登板となりました。右腕の神経を痛めて以来3ヶ月ぶりの登板となりましたが、8番ネーラー選手をレフトフライ、9番ストロー選手をライトフライ、2番ラミレス選手を三塁ポップフライに仕留めて、見事なリリーフを果たしました。160キロ台の速球を連投するジョイス投手のこの日の最速は 101.3 マイル。制球にやや難がありそうで、その点に不安も感じられましたが、快速ピッチャーのマウンドを目にした視聴者からは、
マッチョでかっこいい。制球なんて荒い投手いっぱいいるからな。ジョイス変わってないな。ちょっとハラハラするな。エンゼルス版藤浪などのコメントが並びました。ジョイス投手がメジャー昇格を果たしたのは5月29日で、その吉報を受けたのは27日の夜でした。ナイターの試合が終わり、帰路に着くとネビン監督から電話があったといいます。なんでこの時間に監督から電話がかかってくるのかと思った。電話に出たら昇格することを伝えられた。人生で一番クレイジーな瞬間だった。震えていた。いろいろな感情がこみ上げてきたと涙を流した運命の日を振り返りました。 MLB でプレーすることは3歳からの目標だった。あの電話はハードワークが報われたということだと喜んだジョイス投手は、テネシー大学在学中の2022年に時速 105.5 マイルの剛速球を投げて話題となりました。その年のドラフト3巡目でエンゼルスに入団。 AA では14試合を投げ、0勝1敗4セーブ、防御率 4.60 でした。昇格が決まった後、両親に連絡をしたものの就寝中で電話がつながらなかったそうで、10回くらいかけてようやくつながった。昇格を伝えたら泣いていた。夢みたいな瞬間だったと語り、今後への意欲を見せていましたが、その矢先に腕の尺骨神経炎で負傷者リスト入り。ジョイス投手はテネシー大学在学時の2020年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、約1年半実戦から遠ざかりました。メジャー昇格からわずか5試合目での故障に、眠れなかった、怖かった。試合を怪我で退場することはいい気分ではない。以前トミー・ジョン手術を経験しているから頭によぎったと不安だった胸中を明かしていました。そんなジョイス投手の復帰が決まり、ロッカールームで日曜日の試合に向けて静かに準備をしていたところ、チームメイトのオホッピー選手が、ベニーが帰ってきたよと騒々しく歓迎したそうで、ジョイス投手も再会を喜んでいたようです。プレーできずにマイナーにとどまらなければならないのはとてもつらかったと語ったジョイス投手。思っていたよりも長いプロセスだったけど、今戻ってきて回復プロセスのあらゆるハードルを乗り越えてチームに戻れるのはとても嬉しい。ここに戻ってくることだけをずっと望んでいたと感情をあらわにしました。今日の試合を終え、とても気分がいい。全てを捧げることができると感じなければ準備ができているとは言えなかったと思うけど、今は 100% の気分だ。今年の残りも続けてオフシーズンにも仕事ができると思うとコメント。また投手大谷選手について過去に、翔平は全部で6つも良い球種を持っているから、僕とは違う。スプリットの投げ方や彼のオフスピードの球を見たりして参考にしたいと興奮気味に語っていたジョイス投手。さらに、翔平は史上最高の選手の一人。彼と同じロッカールームで彼がどのようにルーティンに取り組んでいるかを見ることができるのはとてもエキサイティングなことだ。ウェイトルームでのトレーニングのやり方も見てみたいと憧れを口にしていたジョイス投手は、現在の大谷選手について、笑顔で迎えてくれて嬉しかったよ。翔平に起きたことはとても残念だけど、彼は必ず復活すると信じている。今も最高の選手であることには変わりないし、尊敬できる選手なんだ。また早く一緒にプレーしたいと思っているんだと思いを語りました。またこの日出場こそなかったものの、同じくメジャー復帰を果たしたネト選手。キャンベル大では2021-2022年と2年連続でビッグサウスカンファレンスの MVP に選出され、 MLB 公式サイトのドラフト候補有望株ランキングで17位に入っている同選手は、大学で二刀流をしていたこともあり、入団当時に大谷選手への憧れを目を輝かせて語っていました。翔平に会うのが待ちきれないよ。ずっと MLB で見ていた選手だ。大学での僕と同じように彼が二刀流であるのはとてもスペシャルなことだ。彼と比較されたことはとても光栄なこと。彼に会うのが楽しみだよ。父のホアキン・ネト氏も晴れの舞台に同席。マナ息子がエンゼルスから指名を受け、真っ先に頭に浮かんだのはザックがミスター大谷、トラウトと会う機会を得られるということだ。彼らは全ての子供のヒーローだ。大学で二刀流選手だったから、いつも大谷と比較されてきた。だからエンゼルスから指名されて、オーマイガー、これはアメージングだよと大喜びでした。
そんなネト選手はベンチでも大谷選手に話しかける姿が見られ、尊敬する偉大な先輩からいろんなものを吸収しようとする姿勢にはファンからも称賛の声が上がり期待されていました。6月のある試合でその気持ちが垣間見えるコメントを残しています。敵地レンジャーズ戦で延長12回にもつれ込む激闘の末に9対6で勝利。2番 DH で先発出場した大谷選手が7回の19号同点ソロに続き、延長12回には逆方向に20号勝ち越しツーラン、本塁打数でジャッジ選手を抜きア・リーグ単独トップに立つ活躍を見せた大谷選手について、彼のような選手についていきたいとリスペクトを示した上で大切なアドバイスをもらったことを告白しました。試合後ネト選手はインタビューに応じ、大谷を見ていて飽きることはあると聞かれると、ないよ、彼は見ていて素晴らしい野球選手だ、ロールモデルだよ、彼は僕の面倒を見てくれているんだ、彼のような選手についていきたいと思わない人がいるだろうかと興奮気味に語ると、あなたに彼が伝えたことで一番大きなことはとの問いには、自分らしくいればいいと言ってくれるんだ、彼は冷静になる方法や考えすぎないことについてたくさん話してくれる、クリアな気持ちで打席に立ったり守備についたりできるようにね、だから僕は毎日彼にいろいろとありがとうって伝えているんだ、彼はそうする必要もないのだから、彼は僕がベストを出せることを願っているし、僕も彼がベストを出せることを願っているよと最大限のリスペクトを見せていました。しかしそんなネト選手にとって7月16日のアストロズ戦は生涯忘れることがないほど苦い記憶となりました。8対9で悪夢の逆転負け、9回に2点差をひっくり返され、その裏大谷選手の一発で1点差に迫ったものの反撃が実らなかったこの試合、試合後にネト選手はたった一人で放心状態のままベンチに残っていたのです。悔しさでどうすることもできなかったネト選手、9回の打席のことをずっと考えていた、翔平が本塁打を打って1点差に迫っただろう、翔平の前に自分が塁に出ていればってずっと考えていたんだ。9回の先頭だったネト選手は3球三振、ボール球の変化球に手を出し簡単に打ち取られていました。もし出塁していれば大谷選手のホームランで同点にできていた場面、なぜあの球を追っかけたのか、尊敬する先輩をアシストできなかったことが悔やんでも悔やみきれなかったようです。そんな大谷選手リスペクトのネト選手ですが、現在の状況については、ようやく戻ってこられて嬉しい、この期間はいろいろなことを考える機会があって、それが今後にうまく作用してくれると思ってるよ、翔平とまた一緒にプレーしたいとずっと思ってたんだ、かなりタフな状況だけど負けることはないと思うと思いを口にしました。大谷選手だけでなくトラウト選手も出ていくかもしれないと言われている現状、エンゼルスは完全に新たなチームに生まれ変わることになるかもしれません。補強によりプロスペクトを放出したものの、頼りになる新人がまだまだいることも確かです。今後どのようなチームとなっていくのか、目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。